どうもお疲れ様です。今回はねちょっとお尋ね人ということでね私の思い出の中から、取り留めない話をしていこうと思うんですけども、私が岡山に大学生の時に住んでた頃、その軽音楽部に入っていたんですけども、その軽音楽部のね伝統的なバイト先っていうのが近くのレンタルビデオでビデマロっていうのがあったんですよ。でビデマロっていうのでいろんなキーワードで検索したんですけども、跡形もインターネット上には出てきませんでしたけども、当時そのビデマロっていうねすごく小さい、まあ、個人店みたいなレンタルビデオショップがあって、オーナーさんどっかにいらっしゃったんですけども、そこで同じ軽音楽部の先輩の大谷さんっていうね大 OB の方がシンディっていう曲で有名なねなんだろうなまあアマチュアバンドのプロ級のやつをやってたんですよ。ちょっと失礼ながらバンド名までは忘れちゃったんですけども、まあそのバンドの活動をしながらビデマロで生計を立てているって形だったんですよね。でその大 OB の大谷さんの後輩で、私からすると3つ上の大先輩の藤井さんって方がいらっしゃって、私が1年生の時にはすでにその方は4年生で OB だったんですけども、2回ぐらい留年していたのかな。ですんで本当にね大先輩だったんですけども、その方とね特に仲良くさせてもらったんです。で1年生と4年生の関係だったんですけども、本当になんか友達みたいに、させていただいて、まあ当然私はね先輩ですんで丁寧に、言葉遣いとか丁寧に態度とかさせてもらったんですけども、でも本当にね先輩の方が私の目線に降りてきてくださって仲良くしてくださって、そのビデマロっていうところでその方も大谷さんの後輩としてバイトしたんですよね。でまあ私はそのビデマロでバイトをすることはなかったんですけども、ちょくちょくそのビデマロにお邪魔して、一緒に店番をしながらね先輩の話を聞きながらちょっと上下関係を作っていたってこともあるんですけども、その中でねやっぱお客さんってそんなに頻繁に来ないんですよ。本当にちょろちょろっと来る感じで、でも一人のお客さんが来たらビデオを結構な本数借りていってくださって、当時 DVD っていうのは全然メジャーじゃなかったんで、そのほとんどがね VHS のビデオで1週間レンタルがやっとメジャーになってきたっていう頃だったんですよね。で、そのレンタルビデオのビデマロさんに、まあ実はね当時そのまあよくある話ですけども、上級のお客さんにしかお話ししないそのごくやばいそのいわゆる裏ビデオってのがねありまして、あるっていう噂があって、当然それも教えてくれるわけなんですよ。うん、それは多分ね当時のレンタルビデオ店だったらまあ収入源のね影の収入源としてやってたんでしょうけども、今みたいにインターネットない時代ですから、で裏ビデオのとてつもないやばいやつをね棚に載せずにその奥の方にあるわけですよ。で、まあアダルトコーナーで常連になったお客さんがそこそこその店に売り上げを積んでくれたら、個人的にまあこういうの実は店に出してないんですけどあるんですっていう風に、お客さんがレンタルしたビデオのその属性から想像してまあおすすめするっていうのがあったんですよね。もう完全非合法ですけどもね。でそういったのを見せてもらいながら、私自身はそれをねバイトすることはなかったんでお客さんに勧めることはなかったんですけども、ああやっぱり噂ってのは本当だったんだみたいなね。つまりレンタルビデオ、当時のレンタルビデオに行って常連になってきて、まあ仲良くなるとお店の人がね一本釣りしてくるっていう言い方なんですけども、ちょっとねこういう表では言えないのあるよって感じで教えてくれて、あそれってなんかいくらするんですかみたいな感じでやるんですよ。で当時ね今で言うとその援助交際って言葉はなかったんですけども、いわゆるね女子高生ものっていうのが出始めた頃で、完全に素人撮りなんですよ。でそのビデオが1本レンタル7000円とか8000円とかするんですよね。すごいでしょ。でもそれでも借りてくれる人がいて、で流通してったんですよ。それがだから店の売り上げの実はね肝になっていたんですよね。だからレンタルビデオ店ですごくちっちゃかったし、名作がそんなにバンバンあるわけじゃなかったのに、どう考えても店番しててもこれで売り上げバイトの時給払ってどうこうってなるわけないよなと思ってたんですよね。でもそういう風なからくりがあるってことを知って、あこの、いわゆる非合法なビデオがある限りレンタルビデオ店で潰れることはないわと思ったんですよ。でそのビデオも当然ね大谷さんという方がね冗談めかしにお前見るかみたいな感じでたまに店に来た時に私たちにも見せてくれたわけなんですよ。でビデオ自体は15分とか20分の短いやつなんですよ本当に。それでベタ撮りで編集も何もしてないんですよ。画像も当時の
ムービーとかなんでそんなに綺麗じゃないです。4K とか当然ない時代ですからね。まあでも、その映りのそこそこ悪いような感じのビデオ、悪いって言ってもね、別に普通に見れるんですけどね。別にノイズが入ってるわけでも何でもなくって。で、そのビデオの中で、確かに本当に現役の高校生の女の子みたいなのが出ていて、なんかその制服を着ていてね。で、当時、ルーズソックスが出始めの頃だったんで、ルーズソックスみんな履いていて、で、まあ、なんか一応、その制服を着たままね、ちょっとしたところをこう、あらわにするわけなんですよ。で、別にでもそれでも、なんていうのかな、いわゆる本番があるわけじゃなくって、ただ女の子がずっと出ていって、たまに、男性の手が出てきて、こう、ちょっと手伝いっていうかね、服をどけたりとか、髪の毛を触ったりとかするんですけども、そういうのがあって、で、ラストのオチっていうのはなぜかね、お風呂場に行ってそこでね、なんかうんこをするっていうね。で、大谷さんが言うには、確かにこういう年代の女の子が出てきてくれて、こういう風な裏ルートであってもね、こうやって、これから広まっていくんだろうけど、これ一体どこで抜くんやとか言ってましたね。で、そんなね、面白い関係を私は軽音楽部にいた時に、1年生の分際で、4年生の人とも、それから超 OB の大谷さんとも、こうね、縦の関係作らせてもらってて、非常にね、守られていたなっていうふうに思うんですよ。というのが、当時はまだ、軽音楽部っていうかね、軽音楽部といえども、結構なね、スパルタだったんですよ。それこそ、学校の中で向こうのね、100メートル先に先輩が見えたら、大声で、わーって言わないといけなかったり、で、なんかね、失礼があったら、部室で正座させられて、バンバン、ぶん殴られたりとかね。で、もうね、ノイローゼになって、学校に行かなかったりとか、昔は自殺したやつまでいたみたいなね、そんな、噂が本当かどうかわかんないですけど、いて、とにかく上下関係むちゃくちゃ厳しくって、もうなんか、OB といえば、ヤクザみたいな人ばっかりだったんですよね。で、伊崎さんっていう先輩がいて、その方はね、私たち軽音楽部の合宿には来るんですよ。なぜか OB として。で、OB として来て、伊崎さんって方はなぜか女連れで黒塗りのフルスモークのセドリックで来るんですよ。で、当時ヤクザみたいな人が来るなと思ってたんですけども、なかなか笑顔が似合うね、チンピラみたいな人で、すごくその人も仲良くしてくれてね、私たち後輩にはものすごくこう配慮してくださったんですけど、昔は軽音楽部もヤクザみたいにむちゃくちゃだったけえなみたいな感じで言ってくれて、今はそんなこと全然ないからもっともっと音楽を楽しめるようにやってくれみたいなね、まあそんなこと言われてて、だから当時その伊崎さんとか大谷さんとか藤井さんが2年生3年生現役だった頃ってのは音楽どころじゃなくって、とにかく先輩の機嫌を取ってね、辞めさせられないようにするだけで精一杯で、で軽音楽部を辞めるってことは、そのまま学校も辞めないといけないぐらいの、雲隠れしないとやばいぐらいの状態だったらしくって、本当にきつかったらしいです。勧誘もね、むちゃくちゃ、NHK みたいな、訪問営業みたいな、ゴリゴリでしたしね。で、音楽なんてほとんどやらないみたいな感じで、とにかく、しばき倒すみたいなところだったらしいんですよ。で、やっぱり、軽音楽部といえども、部ですからね、学校から予算が降りてくるんですけども、スポーツ部、文化部って2つに分かるでしょ。文化部の中ではダントツの一番の予算を引っぺがしてきたみたいなんですよ。毎年毎年。だそれもすごいなと思いましたよね。単なる軽音楽部が、その予算をもうダントツで、抜いてきてね。だからその辺も、なんかその、当時の軽音楽部の支配体制の影なのかなと思いました。で、その大学にはね、音楽系サークルって3つあって、フォークソング部と、あとはロックダンス研究部っていうのがあって、あと軽音楽部っていうのがあったんですけど、やってることはみんな一緒なんですよ。みんな一緒なんだけども、音楽やらずにスパルタで暴力ばっかりやってるのが軽音楽部だけで、他の部活っていうのはね、他の音楽部っていうのはちゃんと音楽やってたんですよ。そういった感じで音楽の土壌が全然育たないまんま、何も知らない状態の私たちがその軽音楽部に入って、のほほんとやっていたっていうことだったかなと思います。まあとにかくね、その当時、レンタルビデオではそういったものが流通していて、これがある限りはレンタルビデオは潰れることはないって言ってたんですけども、当然ですけども、その後レンタルビデオからね、DVD になって、DVD からオンデマンドみたいになって、そもそもインターネットでね、あらゆる動画が見れるようになってから、まあレンタルビデオ店っていうのは、その、ツタヤとかね、でしたっけ、ああいうのも全然うまくいかなくなって、どんどん閉店してるでしょ。だから個人商店なんてとてつもなくって、本当にね、懐かしいなと思って今、いろいろ検索したりとか、当時の住所とかを、Google マップで見るんですけども、もう跡形もないですね。どの辺にあったのかもわかんないぐらい、全然道路も変わってきちゃって、時代の流れっていうのを感じますよね。で、大谷サンデルがどういう風になったのかはわかりませんけども、あ、そうそう、バンド名がスタイリッシュって言ってましたよ、スタイリッシュ。森安っていう大学の近くの、お好み焼き屋さんにも、スタイリッシュのポスターがバーンと貼られていったりとかね。その大学の、軽音楽部の中で一番
プロに近いと言われてたのがそのスタイリッシュっていうバンドだったんですけどね、スタイリッシュのメンバーさんともねたまに会ったりとか、あの私たちのライブとかにも来てくれたりとかして縁があったんですけども、でもスタイリッシュがどんな活動してたのか全然わからなくって、ライブとかにもね全然誘われたことがなくって、そもそもライブやってたのかなみたいな感じだったんですけども、当時のあのアマチュアバンドの人っていうのはやっぱりこう活動費を稼ぐために仕事に追われて練習とかできない状態で本当にねあの難しかったんだろうなと思いますよね、うん、で何でしたっけ、まあ当然そのビデオレアはないわけですけども、その大谷さんがどうしていたのか分かんないですけど、藤井さんはねあの結局就職先が広島の雅か大和っていう和服の店に就職したんですよ。でその就職に際しては私もね先輩おめでとうございますみたいな感じで言ったりとか、自分自身が今度ねあの3年生になって就職活動する際に広島のあのトロペットかどっかに行ったんですよ。その時にその藤井さんのあの部屋にね泊めてもらって一宿一晩をねやってもらったっていう覚えがありますね。あ懐かしいな、うん、なんかそのレンタルビデオビデマロ、この思い出はちょっと私もね全然その軽音楽部で何やったのかを思い出さないことがほとんどなんですけども、でもそれは本当にねビデマロには本当お世話になったなっていうところですね、うん、もう本当にね画像検索しても何やっても出てこないですね、影も形もないです、うん、だからもしね知ってる方がいたらぜひコメント欄などで教えていただきたいんですけども、多分ビデマロなんていうねキーワードで YouTube 上げてんのも、うん、世界初、私が初めてだと思いますし、もしかしたらこれが最後になるかもしれないですね。はい、ビデマロでございました。お疲れ様です。